アレクサンドレ一世ディディは、バグラティオニ朝ジョージア王国の王。ティムールのジョージア侵攻によって荒廃した、ジョージアの復興に尽力したが、国土の分裂は避けられず、その後、長期間の停滞が続いた。アレクサンドレ一世は、外国の支配から比較的自由であったジョージア、連合王国の時代の最後の王であった。1442年、アレクサンドレ一世は退位し、 修道院に隠居した。ジョージア王アレクサンドレ一世、ギオルギナナ王イ王ネスタンダレジャニ、及び王族たちを描いた複製画。アレクサンドレは、ジョージア王コンスタンティネ一世の長男であり、母親は外交官、クツナアミレジビの娘のティアであった。アレクサンドレは、母方の祖母、ルサによって育てられた。ルサは、宗教的絵柄の出身で教養のある貴婦人であり、 アレクサンドレの興味や宗教的熱意の構築に大きな影響を与えた。1412年、ジョージア王に即位すると、アレクサンドレはジョージア西部に移った。アレクサンドレは対立関係にあったサメグレロ公国とアブハジア公国の無駄張りを仲介し、和平に取り組んだ。1414 14年には反抗的な立場を取っていた。 サムツヘ公国のイバネン2世と戦場にて会談を行い、サムツヘ公国を復従させた。これら強力な領主らを対処した後、アレクサンドレはカトリコス総主教師を2世の支援を受けて、ジョージア国内の主要な要塞と制度の復興計画を開始した。アレクサンドレは1425年から1440年まで進化に一時的な建築税を課した。 アレクサンドレの努力にもかかわらず、かつて繁栄した多くの町や村は廃墟となり森に覆われた。1431年、アレクサンドレはクロヒツジサのトゥルク系民族が占領していたジョージア辺境ロリ地方を奪還した。クロヒツジサはロリ地方を拠点としてジョージア南部を繰り返し襲撃し、1416年にはアハルチヘを略奪していた。 1434年から1435年にかけて、アレクサンドレは、アルメニアのベシケン2世をルベリアニに対し、クロヒツジアサの主肉地方領を攻撃するよう、働きかけ、ベシケン2世が勝利すると、進化の身分と共に、ロリ地方を与えた。1440年、アレクサンドレはクロヒツジアサのジャハーンシャーに対する、徴候を拒否した。同年3月、 ジャハーンシャーは2万人の軍隊を率いて、ジョージアを吸収し、サムシビルデを破壊し、首都トビリシを略奪した。ジャハーンシャーは何千人ものキリスト教徒を虐殺した、上で、ジョージアに重い賠償を課し、タブリーズに戻った。アレクサンドレは、反抗的な貴族の力を削ぐために、息子のバフタング、ディミトリ、ギオルギを使い、それぞれカヘティ、イメルティ、 カルトリの共同領主に据えた。だが、この対応によって王国が分裂する危機はさらに大きくなり、アレクサンドレによって維持されていたジョージアの完全性は息子の代には消失することとなった。しばしば後世の人々は、ジョージアを崩壊させたのはアレクサンドレであるとし、人々がアレクサンドレに与えたあだ名、ディディに与えしないと評価している。このあだ名は、 アレクサンドレの前世紀につけられたものであるが、ジョージアの歴史学者、イバネジャ・バヒシビリの推測によると、アレクサンドレが立ち上げた大規模な復興プロジェクトと、トルクメン遊牧民との戦いにおける初期の成功に関連している可能性がある。世俗的な問題によって王国が圧倒された結果、アレクサンドレは1442年に王を退位し、アギクベツハという修道名で、 修道院に隠居した。1411年頃、ベシケン2世ヨルベリアニの娘ドゥランドフティと結婚、次の子を設けた。1414 14年頃、イメレティオーアレクサンドレイス世の娘トマルと結婚、次の子を設けた。ありがとうございます。